ルチプレイで便利な機能を紹介していきたいと思います。思います。はい、マルチプレイね、皆さん楽しんでますか？このゲームね、一人でやるのも楽しいですけど、はい、ね、うん、マルチプレイが、うん、まあ楽しいということでね。楽しい。はい。ということでね、マルチプレイで便利な機能ということでね、まず紹介していきたいと思います。はい。やっていくぜ。いくぜ。まずですね、このまあエスケープ、オプションの方から下の方、行っていただいてね、これですね、農場。これマルチプレイの時ってね、農場、皆さん同じ農場に入ることもできるんですよ、うん、ちょっと入ってもらいましょうか。じゃあ OP ハニーとパクちゃん、白農場に入ってください。タタンと押したら入るよ、はい、今ここでね、白とパクと OP ハニーが入っている状態になりました。はい、でこの状態だと、まあ皆さんがよくやるマルチプレイの状態ですよね、うん、一つの農場をみんなでね、やっていくっていう、はい、ただね、このゲーム、農場、新しく農場を作るってことでね、ここでまあパスワード打っていただいて、なんかやったらこう新しい農場ができるんですよ。でこれまあ農場、今 OP ハニー農場とパクパク農場を作ってあるんで、うん、はい、ここに行ってください。はい、はい、これでですね、白農場、OP ハニー農場、パクパク農場って今の3つの農場になりました。はい、で、この農場間は、まあ、同じマップでね、プレイすることができるんですけど、同じマップでね、ヤッホーパクちゃん、まあ、こんな感じで、パクの車にあったりね、同じマップの中で、3人のプレイヤーがね、別々に農場でプレイして遊ぶことができます。はい、そうです。はい、ただ、ただ、まあ、接点がないんですよ。そうだね、別々で、別々の農場で働くから畑も別だし、機材も別だ。そうだ、通り過ぎてもうクラクション鳴らすぐらいのコミュニケーションがないと思ってる人が多いと思うんですけど、はい、実は違います。ですね、この農場管理というところから、はい、OP ハニー農場、あとはパクパク農場ですね、はい、まあ、ここでマネージャーに昇格つってね、マルチプレイの人をマネージャー昇格したりとか、はい、まあ、配置可能なオブジェクト、まあ、この辺制限をね、うん、持たすことはできるんですけど、今はめんどくさいんでもうマネージャーにしちゃいましたけど、でその他にこの農場に対して請負業者を許可っていうボタンがあります。ありますよね、ほら2つとも、まあ、自分とかないんですけど、でこの請負業者を許可すると、はい、自分が親会社になって、うん、で、まあ、まあ子会社ですよね。子会社というか、まあ請負だから、どっちかというと下請け、はいはい、うん、で親と子みたいな関係になるんですよね、うんうん、でそうすることによって、例えば、まあ、許可します、 OP ハニー農場を、許可します。でパクちゃんは俺を許可しといて、で今 OP ハニー農場を許可しました。はい、はい、ということで、これ OP ハニー農場、これ OP ハニー農場の車なんですけど、はい、こちら白農場の車ですね、はい、今2つ並んでるところに来ました。はい、はい、で OP ハニー農場の車に乗ることはもちろんできないですよね。はい、ただ OP ハニーは白農場の車に乗れるんです。はい、乗れます。はい、乗りました。ほら乗ってます ね、うん、乗ってる乗ってる。もう一回、自分のも乗れる？自分のももちろんなれます。はい、で自分のも、白が許可をしたことによって白の農場の車に乗ることができます。はい、ただ作業に関しては白の農場の作業しかできません。これでね、じゃあ OP ハニーに白の農場の車に乗れますんで、はい、白の農場の車に乗っていただいて、はい、作業してもらいましょう。はい、そのままちょっとぐるぐる回ってみて。できるね。どうですか？おお。これでね、OP ハニーを僕が許可しているので、はい、僕の、車、白の車を使って OP ハニーが作業ができると。はーい。はい。で、そんな感じでね、機材を借りて自分家の畑を、いじることもできるし、はい、こんな感じで今これは僕の畑なんですけど、白の畑を OP ハニーが白の農機を使って仕事をすることもできる、はい、まあ、そういうことになっております。でもちろん許可しているのが白農場が許可をしているため、 OP ハニー農場の車でも、
白農場をいじることができると、そういうことになってますね。ちょっとやってみましょう。こんな感じですね。白農場の畑を OP ハニーが許可をしてもらってる OP ハニーが OP ハニーの機材で走ることができる。はい、もちろん 白が白の納期で、やることができるのは当然ですね。はい、ただですね、はい、白が許可をしているだけなので、白は OP の車に乗れませんし、白が OP の畑をいじることもできません。はい、ちょっとやってみます。はい、お願いします。私、白農場に許可は出しておりません。はい、それでやってみます。こんな感じですね。はい、この土地では作業できません。この土地では作業できませんと出てしまいます。そうですね。で、これをするためには、はい、OP ハニーから許可をいただかなければいけない。はい、つまり許可をした側は、まあ何も変わらないんですよね、別にできることは。そうで、された側が、下側の作業を手伝ったり、そこの畑をいじったりすることができる。はい、で、された側は、自分相手の機材を使って自分の畑もいじることができる。はい、まあ、そういうことになってます。はい、分かりましたか。今、まあ編集がちょっと細かくやってくれて、分かりやすく画面に出てると思いますけど、はい、よろしくお願いします。今現在パクちゃんに、シロは、許可をいただいてます。なのでパクの車に乗ることができますよね。ただ注意点なのは、納品をするのが自分じゃないといけません。私、オンピハニーはシロに許可をしてもらって請負い業者をしております。じゃあ請負い業者のOP ハニーは、はい、白の納品物を積んできてもらいました。はい、私が納品します。はい、でこの状態で、納品していただくと、はい、いきますよ。 お金は今こういう感じですね。はい、はい、納品してください。はい、納品しました。はい、はい、OP ハニーの方に、$5,535、入ってしまいました。請負業者のくせに納品しちゃうと請負業者のお金になってしまうんですよ。はい、シロが買ってくれたバターだったんですが、私が納品したら私のお金になりました。そうですよ、 OP ハニー農場にお金が入ってしまう。はい、よっほー、うーわー、はい、互いにこう協力しながら、だけどある意味別々で、プレイしていくことができる。まあ、納品だけ気をつけたらね。納品、そうですね。はい、でそしたらどういうことができるかって言ったらね、何年以内にいくら貯められるかとかいうね、まあ、そういう競技的なことができたりとかね、はい、まあ、これはここはもうあの家畜専門店ですとか、はい、でこっちはまあ、鶏養鶏場やってますとかね。さあ、なぜかわけわかんないダブルタイヤのパクもこんな感じでね、水をみんなで入れて回って手伝ってもらうことができます。そう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 。で、そしたら、うん、あー、手伝ってくれてありがとうございましたということで、はい、送金することができます。次はおー、 OP ハニー農場にね、まあ一発行ってくれたんでね、まあ200円ぐらいですね、200ドルにしましょうか。はい、200ドル送金、これで、パク農場にも、お金を、送金すると。で、パク農場には間違えて300ドル送金しましたんで、はい、100ドル返してもらっていいですか。今右上に送金300ドルって出てると思います。本当だ。で、今パクちゃんから100ドル返してもらうから、どういう風に出るのか分かると思うんで見ててください。はい、はい、こんな感じです。おお、送金って書いてある。はい、これでね、あのお互い、口約束ですけど、はい、仕事をこれやってくれたらいくらでやってくれないとか、うんうんうん、これ
こっちやってほしいんだけど、いくらやったらやってもらいたいんだけどみたいなね、うん、話をみんなとしながらね、はい、お互い別々の農場としてもプレイすることができるということでね。あー、いいですね。ただね、まあ、やっぱりさっき言ったように、うん、納品の時にその人のお金になっちゃうんで、はい、参加型とかでは、うん、まだ使いづらいちょっとシステムなのかなと思います。そうですね。どうなんでそういう形になってるのか、どうしてそういう機能になってるのか全くよく分かんないんですけど普通に考えて、うん、請負業者が、まあ、請負ってるけど、はい、受けて仕事してでも納品したら、うん、それはだって元の会社のものでしょって話だね。そう、人様のものを運んで納品してるだけだからちょっとやばくない？コンビニのバイトがお酒売ったお金がバイト君のお金になっちゃってるようなもんなんですよ。そう、いやコンビニの金だろそれっちゅう、 そう話なんですけど、はい、海外っていうのはものすごく、ラフなお金の感情してるってことですね。はい、ということで今回はマルチプレイで、仲間のね、プレイヤーの方にねバイトをお願いすることができるってことで、うん、請負業者のね、はい、許可、請負業者のアクセス権ですね、これをまあ停止したり変更したり許可をしたりすることができるというのと、はい、農場へのお金の送金ですね、はい、これは農場管理からできますということで、次回の動画につながっていくわけでございます。なんでございます。ライブ配信の方ではね、みんなで違う農場をやったりとか、うん、全く開墾されてないところ全員で開墾したりとかね、うん、マルチプレイを基本にして、はい、楽しんでいきたいと思ってます、はい、それと、まあ、動画の方でね上がってるんですけど、うん、障害物競争、もし出てもいいよっていう方いらっしゃったら言ってください。はい、ぜひぜひコメント DM をお待ちしております。よろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。